続きまして山本選手の31歳トレーニング歴史戦2011年の北海大会第8位です。お願いします。女子フィジーク選手、川上由美子、62歳、トレーニング歴5年ですね、パフォーラー、お孫さん1人、人気受注者です。
まして、続きまして先ほどの例の伊藤による、ビキニフィットネスの3ステップワードを行います。まず上野美穂お願いします。上野美穂、上野美穂、上野美穂さん、はい、L を、はい、上野美穂、
ちょっと時間ありますので、ちょっと質問コーナーということで、何でも言いますけど、何か質問ないですか？私の方から質問します。川上さん、2人の体重は何キロですか？2人の体重15キロ。今日は何キロですか？伊藤さんは2人の体重は何キロですか？今日の体重は天井が遅れてる。天井さんの体重は何キロですか？今日は天井は強いです。山田選手は普段の体重何キロですか？今日は70で95です。普段中今日は何キロですか？80です。はい。最初普段の体重何キロですか？85。山田選手は普段の体重は79。今日は何キロですか？立ってないと多分72歳ですね。ODB とかそういう選手は普段の体重も、今日は体重も落としますから、こういうところになってますので、普段からチームにもこういう体ではないですね。何か質問ないですか？よろしいですか？今日はこれで終わりです。はい、どうぞお願いします。トレーニング時間は何時間くらい？トレーニング時間は何本ですか？どれぐらいで絞るんですか？はい、期間どれぐらいで絞るんですか？絞るのはどれぐらいで絞るんですか？絞るのはどのぐらい、何ヶ月かかるってことなんですけど、大体どのぐらい、大体でよろしいです。お願いします。3月から始めました。私は3月、私は4月終わりです。最低そのぐらいになりますね。あと質問一つだけお願いします。何かありましたら、はい、さあ、こんなのありますので、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。4月15日にコンテストありますので、はい、ありがとうございます。皆さん選手の拍手をお願いします。50人目でコンテストことしありますので、ぜひこのようにいらしてください。